あ、ガーガーやっちゃいけないんだね。ラフの人にパン見せたら怒られる。ただね、これを持って例えばイタリアとか行ってね、あの教会で吹いてみた人、すざまじく反響が面白いですね、みんなね。だからマウスオルガンだと、うん、あとここちょうどね、今皆さんご一緒してるからなら、ちっちゃい楽器だと思いませんか。ちっちゃいでしょ。バカでかくないですか、さっき。でなんで赤っていうのは、実はね、一本一本が鳴ってってんだと、本当にしらけた音しかね、うん、これだと何かおかしいね、ハーモニカなんですよ。だけどもこれを一本鳴らすと一つの音なんですが、二つ鳴らすと差音とかね、下音っていう表現もしますが、まあ、差音の方が大きいですけど、二つの音が鳴るだけじゃないんですね。これ3度だからあんまり鳴らないんですけども、例えばこれは2度って言うんですが、2度鳴らすと2オクターブがちょうど下の音が周波数的に言うと差音に当たるんですけれども、そういうものがいっぱい鳴るように作られてるんですね。それでその古典の合いたけと言いますけれども、あんまりちゃんと吹けませんけどね、あ、僕全然楽器はできませんけど、いろんなことができますが、古典の手っていうんで残ってる和音っていうのは10個プラス1個、11個しかないと。で、それの中っていうのはただ音が鳴ってるってだけじゃなくて、一緒に鳴らすとそのドとミ、ドとレとファとソみたいなことでね、そうじゃないんですけれども、ただこれが1本鳴ってるってだけじゃなくて、こんな短い竹でしょ、であんな下ベロがついてるだけですけれども、非常にいろんなものが同時になって、あとは認知的にですね、頭ででかいと聞こえると、やかましいって言ってもいい、騒がしいということなんですけども、そんな風に聞こえるようになっていて、実はだからその騒音計で測るとパワーは大したことないんです。この話はね、今さっきちょっと不自然声響をお聞かせしたから分かりやすいと思うんですけども、タン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 と走っていって、で、なんですか、ミーデラ・ワントクイーン大僧侶の家の前にやってきて、なんだ買い物だって言って、こう大きな声を出すところがありましたね。という時にその なんて言ったかな、忘れましたけども、本願寺の使いじゃい、なんとかなんとかっていうのは、今も僕そうしましたよね、母音、こういう低い声ででかい音を出してるんじゃなくて、 1000Hz よりも上ですね、こういう高い、ささやくような声、ささやくような部分だけで、だけど強い声で喋って、おい、なんとかなんとかっていうのは、遠くにいればそういう部分だけ聞きますよね。でかい声も2つなんですよ。本当にでかい声がでかいっていうのと、でかい声を出してるなと聞こえる音ってね、 100m 先でバカ野郎ってこう喧嘩してたら、まあ、でかい声出してなんか言ってると思うけど、実際に物理的に聞こえる音量ってちょっとです。で、音楽家というか、まあ、宗教儀式でもいいんですけども、画学でもいいですけども、ポイントは音量なんかで勝負しちゃダメなんですよ。すぐやられちゃうから、みんな。だから往年のロックミュージシャンがみんな難聴でしょ。かわいそうだけど、そのまあ、言っていいのかな、矢沢永吉とかああいう人たちもみんなほとんど厳しいですよ。で、電子音楽の初期の人たちも軒並みあれでした、うん、補聴器ですけど、あんまりそれは名誉にも関わる部分もあるから言いませんけれども、真っ赤で耳がといったらね、場合によるとなんか言われちゃうかもしれませんから。だけど、なんでかっていうと、耳の中の仕組みは今日は言いませんが、要はでかい音聞きすぎてると壊れちゃうんですよね、うん、実際下流管っていうのの中の有毛細胞っていうのは本当に壊れます。で、何回も壊し続けていると難聴になってきます。で、こういうものがどうしてっていうのは、けたたましいんですよ。というのは、一つだけで鳴らせば、こんなもんですけれども、一緒に鳴らすと、この特にパワーを出すね、母音みたいなものじゃなくて、シンバルとかカシャンって、これ高周波ですね。高周波ものすごくたくさんあるから、非常にでかいと思います。で、こういうものが一つあればもうババ持っちゃうわけですね。で、実はろうそくをつけてこれをやるっていうのも、まあ一つの、ちょっと今日はもう時間もあれですから、後でリクエストあるのに来るんですけども、
あの方法なんですが、むしろろうそくと合うのはこういうガキじゃないんですね。でちょっとまあ、あの一回中締め、最後にその話だけして中締めにしようと思うんですけども、日本の雅楽っていうのはやっぱり左と右と2つあるんですね。文学で特に作法と舞法って言います。雅楽って言ってオーケストラの管弦って言いますが、管弦楽の管弦ですね。管弦も、左と右に当たるものがあるんですが、それは左に当たるのを左右首に言うじゃないですかね。東楽、東の国、唐辛子の唐、中国から来たの唐楽、唐楽はこれが入ってます。で、舞法の舞っていうのは駒楽、朝鮮半島から来たんですね。駒っていうのは朝鮮半島と思ってもいいし、昔の一万円させてた聖徳太子と思ってもいいし、蘇我氏と思ってもいいし、四天王寺と思ってもいいし、今の天皇家と言ってもいいです。今の天皇がゆかり発言って申しましたけれども、関半島から来た人たちですから、それはもう蘇我氏、貴賀人の蘇我氏と舞法の舞と全部きっちりくっついていろいろあるんですけれども、舞法の舞とか駒楽はしょうがないんです。しょうがない。で、なんでかっていうと、韓国お行きになったことある方どれくらいいらっしゃいます？何人かね、おられますよね。キョンボックン、ケイトク郡で、あの王宮とか行くと、まあそう行かなくてもいいんだけど、オンドルって分かりますか？床暖房、石でね、建物の基礎をきっちり作ったんですね。その上に木の板を張って、で床からこう暖かくなるように、こうなんていうの、暖気を入れるわけですよね。で、そういう作りですごく石がきちっとあるところで、あのよく響くんです。狭くて、つまりロマネスクっぽいんです。さっき言ったんですけど、こういう格好なんですね。韓国のっていうか、昔の朝鮮の王宮っていうのはこういうところにある。に対してラストエンペラーって映画がありましたね。中国の大極殿っていうのはバカでかいですね。で、あんなところにこう入ってなんか儀式をやるっていう時に、こんなこんなんでペタってしらけちゃってダメなんです。で、そういうところでこう儀式の雰囲気を作るって言ったらば、ヨーロッパはどうなったかっていうと、ロマネスクだったらば切り絵で済んだんだけれども、バカでかくなったからボロが出たんですね。で、朝鮮の古代王宮だったらば七力とかチャルメラで済むんですけれども、中国の古代っていうのはパイプオルガンを作る技術はなかったですけれども、こういうものをダーッとたくさん並べたんですね。で、要するにマウスオルガンだけど、一人でもなかなかのでかい音がつきますよ。例えばだらっぴろいですから、まあ、映画残ってますけども、5人、10人、20人、30人っていう人が一斉にやれば、まあ、どれだけだらっぴろくてもわーって音になります。で、そういう、要するに、なんていうのかな、古代中国みたいなダイナスティっていうのかな、大帝国をこうきちっと治めるっていう時に、それに合うような礼学、式学みたいなものを作るんで、律ってことをこれで言い始めて、そのうちに律令の律っていうのは法律で刑法のことを言うようになりますから、これで人を切ったりね、そういうことになって、音楽とそういうことって結構ね、変わりが古代中国にあるんですけども、まあいろいろだと思います。で、今日は本当にあんまり演奏っぽいことをしないで申し訳なかったんですけども、少しは音を出すようにしました。結局ろうそく一本で聴くようなものっていう、あ、だからそれを言わなきゃいけないかな。これどうですか？右の耳で聴いてる、左の耳で聴いてるって感じありますか？ほとんどないと思うんですね。どっちって言えないでしょ。これは両耳で聞くようなダミーヘッドってんでやるとですね、右に入った信号と左に入った信号を比べたりするんですね。で、IACC って言うんですかね、インターオーラルクロスコリレーションとか言うんですけども、ほとんど同じなんです。ってことは、言葉のようには聞こえないと思います。で、本質的に伴奏向きの楽器だと言ってもいいと思います。で、逆に言うと、現在の浄土真宗の雅楽のついた法要、雅楽のついた雅楽法会っていうものがあるんですが、そこではこういうことしかしないんですね。一本一本鳴らすと。それで和三念仏っていうのをこの旋律で追うってことしかしないんだけれども、楽奏の人たちはみんなこれをね、その歌ってのコードで伴奏したいと思ってるわけです。でもまあそんなこと200何十年ぐらいの歴史ですけど、誰もやんないんですね。という時に僕はまあ一応東京から大学の教師もしてて、
なんか、かかんから、有祖古日にちょっと通じたような顔してますよね。で、関係のことを、夜波の雑誌とかにも書いて、で、ちゃんとしてますよってな、シンポジウムとかやった上で、要するに、伝統的な本願寺の別院で、ご本尊は、なんか400年ぐらい前からいるご本尊なんですよ、の前で、でもちょっと古典と違う場所に置いて、で、要するに、アコードで伴奏する念仏とかはさまえるっていうのを、多分2010年の6月26日に、まあ、この、まあ、お東の歴史上は初めてやるわけです。だからすごく、もしかしたら攻撃されるかもしれませんし、大変面倒くさいことがあります。面倒くさくないように、僕のようなものを持ってくるんです。だから何かあったら、あいつが悪いんだって、僕の首を切れば、名古屋のお寺は安泰で済むでしょっていうことだと本当に思ってますよ。逆にでも、うまくいくと思うんです。僕なんかすごく気にする方なんで、つまりね、この話をしましょう。オーケストラのピットがどうこうって話をさっきしましたけど、